はい、よろしくお願いします。今回は数3の関数の極値の続きですね、丸にやっていきましょう。で、今回も2問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回は両方ね、ルートが、まぁ、こちら絶対値も入ってますけど、まぁ、ルートを使ってる問題なので、まず最初からね、まぁ、極値だし、f'x 行こうってするんじゃなくって、ルートの中身をチェックしてください。この 1-x2 乗。ルートの中身ね、これは絶対0以上にならなきゃいけないので、ここから定義域を拾ってきます。で、これを解くと、x2 乗、まとめてこうなるので、x はマイナス1以上1以下と。これが定義域になります。まずここから始めてください。で、あとは同じですね。まず微分していきましょう。積の微分になってるので、まずこっち微分して1。だからルートをそのまま残しましょうと。で、プラス x を、こっちを残してこいつの微分。で、ルートの微分は、ルートがもともと2分の1乗なので、まあ、前にどっか話しましたけど、2分の1。2を下に持ってきて、ルートをそのまま持ってきます。こうやって。で、分の、で、1がもともといますけど、ルートの中身、置換積分使ってるので、ルートの中身を微分したものをかけると。だからこれ微分すると、マイナス 2x だよね。つまりそれをかけてくださいと。こういう感じ。で、これをまとめていくんですが、まずこっちを2は切っちゃっていいかな。こうやってね。で、ルート、あ、分母が、ルート 1-x2 乗になるので、こっちも、まあ、通分ですね。したいと。まあ、これにまとめたいんですよね。で、そうすると、こっちは、ま、同じものなので、結局、分子は、これの2乗になります。まあ、2乗って言っても、ルートが外れるだけなので、1-x2 乗になる。こっち側はね。で、こっちは、x とマイナス x があるので、マイナス x2 乗とこうなります。だからまとめると、1マイナス、こうなる。いいかな？これが f'x です。で、まあ、増減表を書くためにも、f'x イコール0。これを考えたいと。で、今これ考えたいんですが、分母はルートなので0になりませんと。で、つまりこっちですね。分子を考えたい。で、1-2x2 乗。で、これを解くと、まあ、一応やろうか。こうなるんだよね。で、まあ、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートをつけるのがルール。プラスマイナスルート2分の1なんで、まあ、有理化して2分のルート2と、こうなります。で、この2分のルート2っていうのはこの範囲に入ってるので、まあ、両方使うことができます。じゃあ増減表行きましょうということで。f'x の fx ですね。で、マイナス1から1、ここで止まるので、マイナス1スタート。マイナス2分のルート2。今出したやつね。で、2分のルート2。で、1で止めましょうと。で、微分して0だったのはここですね。で、この2箇所、1とマイナス1は、ここがね、0になってしまうので、微分負荷だから×にしておいて、で、楽なら真ん中ですかね。ここ0入ってるから、x に0を入れると、ここ、ごめん、間違った。f'x こっちだね。こっちが、もともと分母は、ルートはね、プラスなので、こっちだけ考えます。分子だけ。で、x に0を入れると、1になるから、ここはプラスですと。では、右の値ですね。まあ、2分のルート2は大きくて、まあ、1に極力近いものを考えたら分かりやすいと思うんですけど、結局、x2 乗、x が入ってるものはマイナスなんだよね、係数が。だから、x がでかくなれば、マイナスが強くなる。ので、もちろん入れて計算してもらっても構わないんですが、ここはマイナス。で、こっち側は、結局、例えば、1に超近い10分の9とか入れて、マイナスだったら、マイナス10分の9を入れても、入れた時に x2 乗だから同じ値なんですよね。つまりこっちがマイナスだったらこっちもこうマイナスになると。この場合はね。で、下がって、上がって、下がると。
で、結局極地を求めたいので、まあ、こう、下がってるところから上がる瞬間、もしくは上がってるところから下がる瞬間の値がね、ここが極地だから、まあ、この2箇所だけ出しに行きましょうと。で、それを入れると、ここにね、入れると、まず、こっちから、2分のルート2を入れれば、2分のルート2かける、で、2分のルート2の2乗って2分の1なので、これ、中身がルート2分の1になります。で、ルート2分の1って、こうでしょ？書き直すとね。だからこれ、約分すると2分の1なんですよね。ここ。こうなる。で、マイナスバージョンは、ここがマイナスなの。ここに出るから。で、二乗したものは変わらないから、こうなって、これもこうなるから、マイナス二分の一ですよ、と。で、増減表 OK ですね。あとは過去代書き出しなので、下、入った、OK、OK、OK。まず、X イコール、二分のルート2の時に、極大値が二分の一。で、もう一個。X イコールマイナス2分のルート2の時に、おっと。極小値、マイナス2分の1と。ちょっと囲っときましょうか。これが答えになります。ちょっと赤のインク薄く申し訳ない。では2番いきますか。で、2番は、絶対値が入っているんでね、さらにちょっとめんどくさいんですけど、まあ、まずルートを使っているので中身チェックしてもらって、まあ、これがね、0以上って考えると、こうなります。これはまあ定義域ね。こっからスタート。で、絶対値があるので、絶対値の中身は正の時と負の時。で、場合分けが必要です。絶対値の外れ方が変わるんでね。で、ちょっと横並びで書くか。入りきんないね。1。まず、じゃあ X、絶対値の中身ね。中身が0以上。この時。っていうのは、絶対値をそのまんま、中身がそのまんま出てくることができるので、結局、X ルート X プラス3になりますよと。で、もう一個。じゃあ今度、X が0より小さいとき。まあ、結構これとくっつけることができるんですけど、まあ、今はこのまましておきましょう。いや、くっつけちゃうか。くっつけたら入んのかな？いや、入んねえな、きっと。まあ、もともとね、これが定義域で与えられてるので、本当はここだけだったんですけど、ここだけにこれをくっつけました。中身が負のときね。このときは、絶対値の中身にマイナスをつけて外す形になるので、マイナス X になります、ここが。だから、マイナス X、ルート X プラス3と、FX が変わるんですよね、2パターンに。で、それぞれ考えていくと。それぞれ微分して、みたいにやっていきます。まずこっちから行きましょう。F'X。ですね、こいつです。こっち考えます。まあ同じですね。似てる形なので、こっち微分して、ルートをそのまま残しますと。まずね。で、足すことの X 残して、こいつの微分、ルートなんで、2に、そのまんまあったものをかけたのが分母。で、中身を微分したものを上に来るんですけど、結局1なんで、だからこうなります。で、これもさっきと同じように通分をすると、今度は2ルート。x プラス3で通分します。すると、まあ、こっちはね、2ルート、これをかけると、まあ、ルートの部分が外れて、2x プラス6なんですよね。ここ、分子が。こっちがね。で、右側は x だけいるので、プラス x、まとめると 3x プラス6と。で、ここの書き方がですね、ちょっと、まあ、自分がやったのがいけるかどうかちょっと怪しいので、一回書きますね。自分のやり方なんですけど、で、基本的にはもう F'X を出したら、イコール0を求めてねっていう、まあ、スタンスで来てるじゃないですか。ずっと。で、ここでもやってしまいます。自分はね。で、0より解くと、まあ、下は0にならないので、プラスだからね。じゃあ、上だけ分子考えると、3X プラス6が0なので、X イコールマイナス2なんですよ。マイナス2。ただ、今、これ X が0以上の範囲の話をしてるんで、入ってないんだよね、マイナス2。
だから答えとしては不適当ですよっていう、こういう風に持っていってしまいます自分は。で、何がちょっと問題、もうあと怪しいかっていうのはちょっとこっち書いてから説明するのでお待ちください。で、こちらです。こちらも同じようにやっていくとですね、これ結局こっちにマイナスがくっついても x がマイナス x に変わっただけなんですよ。だからこれ書いていくとわかるんですけど、最初ね、マイナス x を微分してこっちを残したときに、まあ、マイナス1が残るんでマイナスがくっつきますよね。で、次に足すことのってやるんだけど、こいつが残ってるからこっちもマイナスがくっつくの。こうなって、入ってるかな、あ、 OKOK、 こうなる。だから結局マイナスでくくり出すとマイナスこの塊なんだよね。つまりで、通分したものもマイナス今左側で出したこの塊ってすることができるんで、まあそんなに苦労はないよね。まあロード2回やってる、ちょっとめんどくさいですけど。で、同じように f'x イコール0って考えると、まあ当然ね、こっちにマイナスつけただけなので、で、分母正だからさ、で、分子、まあマイナス 3x マイナス6か、それが0になるって考えて解いても同じなんだよね。こうなる。ただし、こっちは、マイナス3から0って範囲で考えてるので、これ含んでるから OK なんですよ。答えとしては。で、この、こっちはマイナス2、同じマイナス2なんですけど、こっちは入ってないから不適当で、こっちが入ってるから OK っていう書き方が、自分が、現役の時の思い出すといけてたんですけど、もしかしたら怪しいかもしれない。そう。ちょっとそれはね、学校先生とかにちょっと合わせてほしいんですけど、じゃあどう書くかっていうと、これね、もう気づけるんだったら、今、0以上なんで、x は正しか取れないんですよ。で、正しか取れないってことは、この f'x、こいつね。分母はさっきも言ったように、ルートを含んでるんで、正なの。絶対にここ正。で、分子を見てほしいんだけど、x が正しか取れなかったら、3x プラス6って絶対正なんだよね。負になることができないの。つまり、こいつ、0より大きいんだよね。正しか取れない。つまり、f'x イコール0になるわけがないので、ここは。っていう書き方をする。まあ、ちょうどこれカッコにしますけど、気づければこっちの方がいいですね。とは思うんですが、いいかな。で、まあね、2個やりましたけど、まあ、同じように f'x イコール0の時のね、x 用意できましたんで、じゃあ増減表、いきましょう。で、x の f'x の fx と。で、今回はマイナス3がまずね、最初のスタートになってるんで、こっから始めていきます。で、マイナス2がいて、0がいて、0以上、そっち側の右もいるからね。まあ、こんな感じです。で、f'x イコール0になるのはこの部分。で、0とマイナス3は、ここがね、fx がまず両方0になってしまうので、まあ、微分負荷と、バツをつけておきましょう。あとはプラスとマイナスですね。ただ、ここは、ルートとかが入ってないので、かなり考えやすいです。もともと、例えばプラス、こっちね。まあ、10とか100でも何でもいいですけど、入れた場合、どう考えてもプラスになるから OK。ここね。ちっちゃい。ここはマイナス1がいいですね。マイナス1を入れると、ここ、マイナス、絶対値マイナス1っていうのは、マイナス取れるから1になります。で、マイナス1入れると、ルートの中身はルート2なんで、1かけるルート2当然プラスになりますと。で、問題はこっちですね。で、マイナス、2分の5とかか。で、ここになると、ごめん、すんごい感じがした。失礼しました。今、こっち入れたの、俺ね。違うよ。f'x だからこっち入れます。まず、もう一回戻るね。0、例えば10とか入れるんですけど、これ、f'x はこっちを使わなきゃいけないので、今、0より大きい範囲だからね。10をここに入れると、まあ、分母も分子も、まあ、もともと f'x1000 しかならないって言ってるから、まあ、こうなると。まあ、もちろん値を入れても構わないです。で、マイナス3から0はこっち側の f'x を使っていきます。で、まずマイナス1入れると、ルートの中身は正なんで問題ないです。で、上がマイナス1を入れると、マイナス3足す6なんで3なんですけど、ここにマイナスがいるんで結局マイナスなんですよ。全体としては。で、ここ、じゃあマイナス2分の5、まあ 2.5 ですね、とか入れてみるんですけど、まあこれ分母は無視して、分子、マイナス2分の5を入れると、じゃあ 3x、プラス6の部分マイナス、2分の15プラス2分の12なんだよね。だから分子がマイナス2分の3で負になる。
ただし、マイナスがもともといるから、まあ、プラスになってしまうので、こうなるんだよね。で、これで増減表 OK と。こうですね。で、入れていくと、マイナス2の時、まあ、この入れ替わりか、マイナス2を入れると、どこだ?ここか。マイナス2入れると、絶対値マイナス2。まあ2ですね。2になって、こっちがルート1か。ルート1だから、まあ1。つまりここ2ですね。2。で、ここは元々が微分負荷なので、まあ0入れると0なんですけど、まあこうなると。で、あとは答え書き出していきましょう。まずこっちか。x イコールマイナス2の時に、極大値が2と、こうなりますね。で、極小の部分も、x イコール0の時、極小値0と。あうち。これで終了となります。まあやってることは同じなんですけどね。まあルートが入ったり、絶対値が入ったりする問題もありますので、ぜひね、こんな感じで解いてみてください。では、今回はスーさんの関数の極値の続き、丸にね、やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。